静岡県掛川市の掛川城です。この掛川には私車で夜入りましたんで、早速夜の城の写真と思って行ったんですが、全て失敗した写真ばかりでした。すいません。戦国時代にここに入った後の高知城主になる山内一豊によって改修されたというこのお城、今復元された天守や櫓などがあります。この掛川城は広大な敷地を誇ったというんですが、明治時代から道路やいろいろな庁舎などになってしまって、敷地も今はとても狭くなっているんだそうですね。